ここは本番5号艇の松井が動きを見せてきました。一躍ホームステッチ側に入ってヘサキはスタート方向。第10レース予選競争が始まりました。対戦メンバーは1号艇井口義則、2号艇関博也、3号艇石渡哲平、4号艇深谷智博、5号艇松井茂、6号艇山田浩二、以上6選手の対戦です。スタートまでは1分を切りました。1番5番と現在スロー勢は並んでいます。インコースは1号艇の井口義則、予選ラストここは勝って準優勝戦進出決めたいところです。1着取ってポイントは 6.40。 そして2コースは5号艇の松井茂動いてきました。ポイント的には予選通過は濃厚となっていますが、ここは勝てばポイント8点を超えて上位進出も可能です。3コースは2号艇関博也、こちらは2着 6.33 が予選突破の条件か。4コースは3号艇の石渡哲平、前半レーサー3着とつないできました。ここ勝って得点率は 6.33。 そして後方には2艇が下げて、5コースの角に4号艇の深谷智博、オーストロックコースが6号艇の山田浩二。山田は準備に向けては道も完成を合格、さらなるアップを目指していきます。第10レース内から1番5番2番3番4番6番でスタートしました。2コース5号艇の松井ですが、これはちょっと早いタイミングか。一周1万円向かっていきますが、スタート判定中、スタートは判定中。お手元の船券は大切にお持ちください。バックスレッジ側に立ち上がっていますが、ファンの皆様にお知らせです。なんとこのレースはフライングがありました。5号艇の松井茂はフライング変換欠場、5番の松井はフライングにより変換欠場です。従いまして5番に関係する投票券すべて払い戻し変換、お手元の船券は大切にお持ちください。レースはこれから2周目と向かっていきますが、トップに立っているのは2号艇の関、2番手は4号艇の深谷です。その後ろは3番手らしい、インコース1号艇井口、外は6号艇山田、2艇が並んで2周目1マーク。2番4番と向こう正面に入って3番手1号艇の井口が先前、内から6番の山田も追っていきまして、まだまだ3番手は接戦状況が続いています。上位2艇は抜け出して2号艇関、4号艇の深谷は2周目2マークへと向かっていきます。3番手接戦ですが、内から6号艇の山田、外は1号艇井口ですが、6番の山田が内からさばいてくるか。しかし1番の井口も外から食い下がっていきます。直線コースへ見てレーサー最終周回、依然3番手は接戦状況。レースはラスト1周に入りました。なおこのレースはスタートでアクシデントがありました。5号艇の松井がフライング変換決勝、最終周回の1マークでは3番手争い、6番の山田、1番の井口、この2艇の競り合いまだまだ続いて、残り半周へと向かっていきます。トップ2号艇関博也、2番手は4号艇の深谷智博、3番手争い、インコースは5号艇の井口、アウトコースは6号艇山田、両者並んだまま最終コーナーへと向かっていきます。先頭から2番4番とホームスレッチへ帰って、3番手は6号艇の山田が取り切って、体勢は2番4番6番でゴール。先頭2番の関1着で合輪、2着は4番の深谷、3着は6番山田、ゴールイン。1番井口、3番石渡ゴールしました。